主人公と望月亮二役の石田明です。えー、っと、そうですね。今回のお話もですね、なんか、あ、はあ、と思いました。<laughs> いやいや、あの、二人一緒に出てくると、やっぱり辛いなというのはありまして、でも、あの、一本目の方は、あの、主人公だけだったので、のびその分、伸び伸びとやりました。伸 <laughs> び伸びとあの,いあの、楽しんでください。お疲れ様でした。<laughs> ゆかり役の豊口めぐみです。ええー、とー、ええー、一枚目の女主人公編が、 えっと、まさかのあのようなお話だったものですから、えー、今回の2枚目の男主人公編ももしかしたらこう明るいお話なのかな今回のドラマシリーズはそんな感じなのかなと思ってはいたんですけれども、えー、今回は非常にペルソナ3らしい、えー、お話だったなと思いまして、えー、1でパラレルワールドに入ったような気分になりましたが、えー、2で戻ってきたという気がしました。えー、また次 お会いできることをお楽しみにしております。お楽しみにしております。<laughs> なので皆さんも待っててください。今日はありがとうございました。はい、じゅんぺいです、えー。そうですね、またお会いしましたね。じゅんぺいです。<laughs> 鳥海純平です、えー、<laughs> <laughs> そうですねまたこうやってペルソナー3ということで、えー、もう何年やってんでしょうねすごいですね、えー、なんか嬉しい限りでございます純平は純平でした、えー、一瞬で疲れられましたありがとうございました山岸風花役の野智美子です、えー、久しぶりに皆さんの声が聞けてまた風花ちゃんをやれてすごく嬉しかったですなんかあのー 荒垣先輩が、あの、真田くんを、間違えた。天田くんを <laughs>、天田くんを <laughs>、本気でこう叱るところとかがこう、すごくジーンと来てしまって、なんか、あの、改めて本編の昔の話とか思い出してしまいました。またできたらいいなと思っています。どうもありがとうございました。真田くん役の緑川光です。お疲れ様でした。<laughs> そんなことないです。 えーっとですね、ごめんなさい。<laughs> えーっと、今回はですね、ゲームをやった身としてはとても面白かったですね。目の前に階段があるとか、3階すればとか、あと風とか。そうそう、風といえばですね、あのー、具合がちょっと悪いのに、強引に使い続けてると風邪引くんですよ、確か。だから、<laughs> 石田さん、ちょっといたわってくださいよ、って。<laughs> <laughs> そんなにさまあ確かに使えますけど、そんなに酷使しないでください、<laughs> 連日連夜、みたいな、のを思いながらちょっと楽しんでやりました。えー、ほんととても面白かったです。また続きがやれればいいなと思っております。どうもお疲れ様でした。えー、霧城光つ役、田中理恵です。えー、皆さんお疲れ様でした。えー、はい。えー、聞いている皆さんは、まあ好きなキャラクター、まあいると思うんですけれども、私、えー、実は隠れ、 小田切くんファンとして、えー、今回小田切くんが出てるので <laughs>。 とっても嬉しいです。<laughs> はい。あの、小田切くんと話したいがために、あの、ゲームの方では、あの、肯程を一生懸命上げておりました。<laughs> はい。えー、あの、プライドの戦い、あの、小田切くんをですね、あの、まあ、仲良くなっていくにつれて、ちょっとこう、彼のちょっとな悩み事を聞いたりだとか、あとこう、ちょっと彼と出かけたりだとかっていうのが、すごく、あの、楽しみにしていた、一位ユーザーでもありました。はい。<laughs> いや、あの、真田先輩も好きなんですけれども、あの、小田切くんのような、 あのち,ょちょっとエスな感じの,あの男性も結構あのズキュンとくるタイプの女性であります。あな何を言ってるんだ <laughs> はい、えー。そうですね。今回、あの、まあ、あの、そうですね。淳、えー、平くんと千鳥ちゃんもちょっとラブラブかな、みたいなあのシーンもあって、淳、えー、平くん千鳥ちゃんファンは、あのちょっと 幸せな気持ちになれるなーっていうシーンもあったり。まあ、そうですね。あと、そう、私の、そうですね、キリジョン・ミズル <laughs> は、あの、まあ、いつも通りに会長としての、あの、しっかり責務を果たすシーンがありまして、まあ、あの、良かったなーなんて思っております。えー、今回はすごく、あの、小田切君が出てきて良かったなって思いました。田中理恵でした。ありがとうございました。アイギス役の坂本真ーです。えー、 こんなことを今頃言っていいのかどうかわからないんですけども、私あの、最初にペルソナ3をやらせていただいたときは、あの、ゲーム機を持っていなくて、自分でプレイすることができなかったんですね。あの、なんでしょう。台本を読んで、それだけでもすごく面白くて、小説のように読ませていただいてて、内容はもちろん分かっていたんですけど、 実際に自分の声がどんな風に聞こえるのか、プレイできなかったんですよ。ところがですね、ポータブルになった時に、これはやってみようと思って、普段、全然ゲームを触ったことがないのに、プレイしまして。で、すっごいゆっくりやってるんで、まだアイギスが出てきません。早く会いたいんですけど、今とりあえず、あの、ミツルの田中理恵ちゃんに、 一気に畳みかけろって毎日毎日言われながらですねタルタロスでせっせと頑張っていますはいなので私の「ペルソナ3」はまだこれからよって感じなのでこれからも皆さんあのまたねこうしてドラマ CD などの機会で末永くお会いできますように私も頑張っていきたいと思います次にお会いする時までにアイギスに会えてるといいですね それではまたさようなら坂本でした。アマダ剣役の尾形めぐみです。えー、初めてぐらいすごい喋りました。びっくりです。えー、そしてあの気づいたんですけど、こうペルソナってあのなんつうか、ね、普通のやつだとこう一応通ったやつはもう自分の役の中でクリアになってるんですけど、その時間にこう再び戻る。 また行く、また戻る、また行くみたいな、こう、あってですね、だんだんごちゃごちゃになってくるんですが、えー、<laughs> とりあえず、今日は、あの、皆様のご協力のもとにですね、なんとか取れたと思います。えー、ありがとうございました。荒垣さんが死んだ後と生きてる時があったのが、こう、切ない感じでありました。では。はい、こんにちは。荒垣慎次郎役の中井和也です。お疲れ様でした。 えーまあ、最近荒垣さんを演じさせてもらうときはそういうほのぼのとしたですね、お話で、えー、心が温まることが多かったんですが、今回はですね、怒ったりとか戦ったりとかで結構冷え冷えとした感じでした。第2話に至ってはですね、もう、ああああみたいな感じだったので、えー、また折に触れて思い出してください、えー。ありがとうございました。幸せな人生でした。 千鳥やらせていただた,いただきましフフフフフフ。というくらいですね、えー、前編にセリフはなくとも、えー、千鳥がずっとにお、えー、うような、えー、そんなお話で幸せでした、えー、エリザベスでしたけれども、えー、次回はあの本当にいよいよ病室を出たいなと、まあ、ずっと言い続けてるんですけどね <laughs> 私ずっと言い続けてるんですけど、えー、エリザベスも。 えー、ベルベットルも出たことですし、えー、千鳥としても外に出られるといいなと、えー、思った回でした、えー、またお会いできるのを楽しみにしてます、えー、北村文吉役をやりました矢田浩二と申します、えー、今日もいつもの仕事と同じようにセンスよく感じよく優しくやったつもりですもうこういうことを60年やってますそろそろもう 終わりかなと思いながらもう少しマイクの前に立っていたいなという欲がどんどん湧いてきまして、えー、これからも続けていきます今日はありがとうございました北村光子役をやらせていただきました小田文ですありがとうございました今日は、うん、優しいおばあさんの役をいただいたんですけれどもあの矢田さんの方にあおんぶに抱っこで あのなんとか終わらせていただきましたどうもありがとうございましたはい、えー「小田切役三浦博明です、えー、ペルソナ3は」はそうですね参加するたびに毎回表情が違う作品でもうペルソナのそのパーソナルな部分がすごい出てるんじゃないかって思って、えー、毎回楽しくやらせていただいております今回も楽しかったありがとうございました平川圭介役の花慎之介です えっと、今回初めてあの平賀くん出させていただいて、えっと、もともとこのペルソナっていうの僕ゲーム大好きだったんで、今回このドラマシリーズ出させていただいて、すごく嬉しかったです。えー、また次出られたらいいなと思います。ありがとうございます。